私はピカタカムイという女神、神の国の風の神です。私は思いのままに空を飛び、思いのままに風を吹き起こすことができるのです。かすかなそよ風も。強い風も。嵐の風も。神の国でも人間の国でも女は刺繍が上手でなければなりません。私は家でいつも刺繍をして暮らしていました。ある日のこと、私は針の手を休めてふと人間の国の方を見渡しました。すると一つの村が目に留まりました。それは大きなアイヌの村でした。その村の楽しそうだったこと、村中の人が輪になって手拍子足拍子を揃えて愉快に踊っていました。私はついいつもの癖で、よし風起こしの舞を待って人間たちを驚かしてやろう、そう思いついたのです。すぐ私が刺繍をした中でも特別美しい風起こしの着物、嵐の衣を何枚も着てさーっと空へ舞い上がりました。私は風よこれ風よこれと風起こしの舞、嵐の舞を舞い始めました。私
風が吹き出し、その風は山から海に吹き抜けて恐ろしい大波を吹き立たせました。大波は滝のようにアイルの村に襲いかかっていきます。すぐまた前より激しく舞い続けました。私は悔しくて悔しくてもう一度と思いましたが、疲れて踊る力もなく、仕方なく神の国へ帰りました。家に戻ると私はまた毎日刺繍をして暮らしていました。
それから何日も過ぎたある日のこと、私はあの村のことを思い出し、その方を見てびっくりしました。あの吹き飛ばしたはずの村がすっかり元通りになっていたのです。家を作り直し、みんな楽しそうに踊っているではありませんか。風起こしの舞、嵐の踊りを力を込めて舞いました。それから鋭い風が吹き出し、砂嵐がアイヌの村を巻き込み、海がひっくり返るほどの騒ぎになりました。荒れ地になっていました。でも何ということでしょう。たった一軒、あの若者の家は嵐の前と同じに残っていたのです。これには私も呆れ果て、吹き飛ばすことは諦め、神の国へ帰りました。
ある日、家の入り口に突然アイヌの若者が現れました。神である私が知らないうちに家の入り口まで来るとは、憎らしいアイヌだと腹を立てましたが、若者はニコッと笑っていました。風の神ピカタカムイ、この間は楽しい踊りを見せていただいてありがとう。お礼に今日はアイヌの舞をご覧に入れましょう。そう言ったかと思うと、若者は懐から扇を出して舞い始めました。死にそうになりました。若者は、風の神ピカタカムイ、アイヌの踊りはこれだけでもありませんよ、そう言って扇をくるりと返しました。そこに書いてあったのは、赤く燃える太陽の絵でした。仰ぐたびに今度はまばゆい光と熱い熱い風が、熱くて熱くて目がくらみ、肌がじりじり焼き焦げ、私は苦しくて苦しくて何も考えられません。ボロボロのように倒れると気を失ってしまいました。しばらくして目が覚めると、若者がそばに来て言いました。ピカタカムイ、なぜあなたはアイヌの村をあれほどまでに痛めつけたのです。あなたのためにたくさんの人間が命を失ったのですぞ。本当ならピカタカムイ、あなたを殺してしまおうと思ったのです。でもあなたは神の国の風の女神です。それで生きたまま罰を与えたのです。これからのち、あんな強い風を吹かせたら私は許しませんよ。そう言って若者は扇で私を仰いでくれました。不思議なことに、仰ぐたびに私の肌の傷はすっと消えていったのです。Thank you.
若者が扇で私を仰ぐと、ボロ切れのようだった着物がはたはたはたっと元通りのきれいな着物になりました。いいえ、それだけではありません。若者が扇であたりを仰ぐと、壊れた家がわさわさずしずしっと元通りの立派な家になりました。あなたは一体どなたです？名前を聞かせてください。私がそう聞くと、私はおきくるみというものですと、若者はきっぱり答えました。名前を聞いてびっくりしました。強いはずです。おきくるみと言ったら、神の国からアイヌの国へ行った強い強い知恵のある若者なのです。それからというもの、私はおきくるみの住む村へは決して強い風は送らず、穏やかな風、爽やかな風、薬になる風だけを吹き送っているのです。